はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝 5DX ライブ配信始めていきましょう。ということで13回目となります。ツイッチで配信しております。ツイッチぜひアカウントフォロー、リポスト、リポストじゃない、アカウントフォローお願いいたします。ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube で、2日後アーカイブ上げる予定です。12月1日21時の予定ですね。ぜひそちらでも見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube チャンネルThis live archive upload 2 days after my YouTube channel, channel subscribe do and good button please。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひ、見てください。 X のアカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX my アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ですです。はい、 OK です。では始めましょう。まずはちょっとこの国の状況から、国っていうか国主なんで状況から見ていきましょう。じゃあ姫路城です。1万5000人いますね。軍資金も41万貫持ってます。兵糧もたくさんあります。石高か。地図見てみましょう。今秀吉が持ってる直轄地が播磨のすべて、ここも播磨だから播磨4つですね、と備前の2つ、6つ持っております。鳥取か、ここ伯耆か、こっちに行ってもいいかもね。あとは宮津、雫、山中で、あと今回の主名が備前を切り取ることなんで、住民安定度高いな。人口はこっちの方が高いんだけど、結構兵士数も多いし援護も来ますからね。あれ、有岡城とかまだ三好家が持ってんだ。三好家もバラバラになりながらもしぶといですね。この辺取っていってもいい感じはありますよね。三好切り取った方が面白いかもね、この状況だと。三好だと一応この辺の四国に上陸できる。四国って結構めんどくさくて、最近の研究だとなんか四国攻めに関する流れで、信長が本能寺行ったために光秀がチャンスとばかり攻めたっていう説も出てきてるんで、四国は結構長宗我部をはじめみんなめんどくさい
ですね。長宗我部は3つ持ったのか。それとでも三好は結構あの能力低いのにたくさん持ってるんで、本音としては結構切り取れるんじゃないかな。なので肥前を切り取った後丹波を切り取ってもいいんですが、三好切り取るあののは有効策かもしれないですね。丹波を切り取ったら、要するにここに切り取ったら、光秀が丹波に入って本能寺の変のフラグの一つが立つわけですが、まあ、でも利を考えると三好を切り取り始めた方がいいかもしれないよね。主命は信長に言えばあの変えられる可能性もあるんで、ちょっとその辺を切り取っていこうかな。全国を攻略、あと岡山だけ取ればクリアです。ただね、岡山は別に取りたくないんだよな、そんなに。表情の間、表情の今誰もみんな出かけてしまってんのか。失敗、まあほっとけばいい。明治の町で誰か行ったんじゃなかったっけ。勝蔵さん、誰でしょう。小西屋の見習い、そんなに能力高くない。プレゼントですね。種子島は嬉しいかな。あ、喜んだ。ラブラブ度は1になった。酒場、用心棒雇ってない。まず酒を飲みます。はい、あ、いらん。用心棒、高くても強い人。50か。はい、いいでしょう。なかなかの腕って言ってますね。あ、粕谷さんだ。キスケさん。誰だ。で、民家に行きます。民家は粕谷さんか。どういう人物だ、粕谷さん。まだ16歳、若いな。ああ、なるほどな。まあ能力は武力がちょっとあるぐらいで、まあ育てればいいんですけど。勧誘無理に決まってるけどな。ダメですね。甘くはない。算術って今 いくらだっけ。算術はあのカンストしてますね。10個ぐらい買っとけば十分でしょう。ブーは、うん、まあ物足り、ちょっと物足りないな。鉄砲、あ、そういうことか。算術、算術できるんだ、指示できるんだ。
ことはって言ってますね。鉄砲は買いませんって言ってるもんな。あとザですね。対して情報はない。二機場行ってみる。二機場は、ん？なんで？鉄砲不足。内政ってあるんだ。内政って何あんの？なるほど、資源開発とかできるんだ。ここだよな。ね、10時ん？あれ？違う。こうか。ミスってます。小京人脈、戻りましょう自宅へ。あ、いろいろありますね。お金稼いでくれてますね。まあまあ稼いだんじゃないでしょうか。あと福島正則も訓練度をアップしてます。みんな頑張ってます。これって、あの、国主になった後って、武将を他のところに移転できないんかな？白。
政だっけ、内政で、引っ越しを要求することってできなかったんだっけ？署名を言い渡す人事。上主任命は勢力州のみ可能、与力表情で、うん、表情、表情で人事だっけ？あれでも昇進追放白返上なしかないよね。あ、与力関係もダメなんだ。可能やのか。まあとりあえず主命伝達やけど、まずちょっと待って、人事で昇進、あ、ダメか。じゃあまだ早い。鹿之助が、いや、鹿之助が訓練、あれ、なんで、そういうことか。池田さんが神殿開発、あ、他のとこもいいんだ。例えば光月城に神殿開発してもいいってことか。さっさ軍事検知調達やな。内向はそれほどないんだから、まあね、長期修行だな。金森さんは、金森さんは中途半端だな、能力が。
本気修行。ちょっと人をちょっとこの間にスカウトに行くか水軍を鍛えるかをどっちかだな。水軍を鍛えよう。セッションっていらんだろう。あ、いや、そうでも、そうでもないんだ。まあ、武士になる気はないよね。でももう親善になってるから大丈夫。戦票って何？あ、舞鶴。ってなんだ。ここが欲しい。ここでも。それで取りに行けないんかな。ってなんだ。海賊鳥居だよね。あ、なるほど。航海するときの安全性って感じか。
えたい造船所。はい、こいつは、あとはみんなあのサブだな。さあやってきた。みんな近づいてるか。まあ待機。こうだ。待機。待機かな。え、なんか攻めに行ったぞ。やばい。で、こうやって一斉攻撃。ちょっと苦しいな、展開としては。一斉攻撃。これが怖いよな。剣士。剣士。船内病棟。剣士。はい、連携。
水内病炭。でまた連携。仕方なし。四つだからな。近づいてきた。本陣つい来たか。となると、いやもう良くないな。
だいぶ減った。サマー隊は壊滅。あーやばい。すんなり秒単。で、また戻って。連携だな。よし。水軍の技用で船酔い知らず。個人戦闘を行う、個人戦闘を行うことがあるんだ。 OK です、帰りましょう。帰る前にあと ちょっと引き抜きを行いたい。違う、奈良に行こう。ラブラブ度はまだ1、まあ、誰でもいいから引き抜こう。民家森田ジョーンって席。勧誘、まあ無理だろうな。あ、武士じゃないんだ。ちょっと石山の町まで行ってみよう。象牙さんじゃないですか。イソップ。民家淀屋は変死だな。海水道頓は別に用はなく民家。この中で兵士は誰だ？兵士はいない。いや、むしろ城に行った方がいいのかな、これ。は？なんで？いや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 、あんたおかしいだろう。とりあえず、あの壁にするようにして、オッケー、だいぶ削れた。オッケー、よし、まず一匹倒した。用心棒はちょっと傷ついたが、次はこいつを倒す。あ、ソアイ倒してくれたか。クナイ、いや、やっぱりクナイ使いやすいな。よし、ためぞ。余計なことすなっていう感じや。避けた。なんか、あ、そうだ、火があるんだ。
2年くらい見れた2年くらい武家宅だ。こんにちは、敵か。早くこいつは潰さないとな。高屋城行ってみよう。ゆささん。鉄鋼細工。武家宅。畠山と遊佐がいる。名前だけは聞いたことにある。引き抜きだけはちょっと試す。お、武将レベルなんだ。じゃあ遊佐は？ユサも武将レベル。ダメ。有岡城行ってみよう。武家宅。古田さん。いない。古田さん、ラブラブ度はもうピークだからな。ああ、いないのか。飯盛城は？うん。菊酒でもあげましょう。勝留寺城に行ってみる？武家宅。ああ、いないのか。やっぱり飯盛城へ。いろいろいますね。じゃあ小川さん、知ってる。小川さん、引き抜、あ、引き抜きではないな。技能はないか。じゃあもう帰ろう。誰？赤井直政。ラブラブ度は低い。イソップ。武家宅。あー、みんな低いな。畑野。これ何？行ってみよう。まだ徳の心とか、その戻ろう。お、いろいろお金稼いだり、徴兵で兵士増やしたり、国高稼いだり、いろいろやってくれた。鉄砲を買ったり。9万2000か。で、金庫入金。1万5000ぐらい、1万3000ぐらいかな。はい。うまい。これはな、直球ですね。で、フルに回復したんで、一応セーブだけしとこう。
で、いや、外には出ない、表情にしていきます。まずは種名か、鉄砲も610丁たまりましたね。富士山城も十分持ってるしな、規模は少ないけど。ね、表情だな。ハチスカが、おめえとハチスカ。侍大将が3人、武将が、まず池田さん。池田さん中途半端だよな。能力が相も変わらず、長期修行、黒田さん、黒田さん弁舌が高い、官兵衛を補佐しているということで、内政と言いたいとこだが、ちょっと待った、能力は算術が3、技術が3、中途半端だな。調教修行、さっさは武力かな。騎馬が高い、じゃあ馬買ってもらおう。下馬さん、下馬さんはどっちかといえば内政かな。さあ、というか佐渡霊峰か、3以上あるのがなんかな。長期修行、兵糧数が少ないな。兵糧持っていってもよかったかもな。で、竹中半兵衛は武力が高い、軍資金調達、これも軍資金調達、あれ、なんで軍資金調達が選べないんだ、なんだこれ、あ、そういうことか。じゃあ兵糧売却、兵糧売却じゃなくて、もしかしたら破壊とかあるんだ。まあ破壊はしないけど、訓練とかな、訓練度って、あ、高くないんだ。他はまあ攻めてもらう、攻めてもらう。官兵衛は武力が高くないんで、軍資金調達できないんだ。だからあんまり意味はなかった。兵糧売却だな。鹿之助、山口、石田も。内藤寿庵ってどうなん、中途半端だな。じゃあ長期修行だな。あ、間違えた、内藤寿庵長期修行、鹿之助はもうちょっと稼いでもらいたいな。山の内は長期修行、前田家じゃあ
戦ってもらう。栗山善助もなかなかいいな、まあ、将来の期待なんで長期修行だよな。ってことは今6人いるんだ。そう、もちろん取り市場で、鉄砲は400、軍馬ってあるんだ。軍馬はまあいいや。兵士数は兵士数3000ぐらい。兵糧が特に大事で、でも2万ぐらいあれば大丈夫でしょう。軍資金はあもう結構送ってくれるんだ。何この輸送元交換って。士気がまあ問題だよな。で合戦です。いやーでももうね、陣取りやめ。あそうだ、指名伝達、誰だっけ、石田三成を兵糧売却はしないで、長期修行だな。で、山中鹿之助じゃない、黒田官兵衛を具資金調達かな。でこれで合戦で11,500人と言いたいところだが、人事昇進はいないんで、行きましょう。はい。でもちろん援軍へ要請する。遠いなあ、光秀は拒否するだろうな。出せないよね、知ってた。だからまだこの辺の主力軍が兵士が少ないんだよな。しかも、なるほど。まあでもそんなに強くない。もう一回援軍要請。腹立つな、信長。 OK、 信長は OK してくれた。
とは状況によっては家康とかも助けてもらいたいな。じゃあ備え配置しましょう。もちろんこれ秀吉も含めていきます。軍議終了、戦闘スタート。モチベが低いな。相手はモチベの方がモチベが低い。結構強い。特技、こいつ誰だ。まあまず千成病炭と言いつつ剣手。剣手。全部剣手。基本中の基本かもな、剣士は。なんか三段打ちとか書いてある。まあ、ビームが、熱湯が、まあ行くとやばいな。縄文爆破。あんまり減らない。強組。いや、みんな高いんだよな。コブってなんだ。ジビ。強弓。剣士はあるよな。なんで射撃。何これ。今3か。宴会。1秒アップ。強弓。ちょっとだけしか減らなかったな。お、ビーム打った。なかなか強い。持ち秒下げに行くがあんまり効かない。千成病態やね。まあ、全員まだ一応軍議で、射撃、待機。
待機することでモチベが上がるのか知らんかった。共有み、じゃあ待機、軍団命令援軍要請です。頼む家康。あ、謝礼金払わないといけないのか。2万もいらん。1万ぐらいでいい。 OK、 承諾した。必ずうるさいな。浮きたかよ。さあ、力攻めがあって縄文爆破がある。強弓、はしないで。どうなるんだ。モチベは下がった。一気に増えた。信長本体強いな。さあ信長本体だが、千谷三位千谷亮太。待機することでモチベが増えるのか知らん。これは知っといた方が良かったかな。無理だ。待機、破壊し始める。力攻めだ。攻めだ。縄文爆破。まあまあ減ったけど、不完全ではあるな。で、研修。研修はできない。移動じゃない、待機。じゃあは、研修。
ームが飛んでくる。で、千成病炭。待機か。待機？あれ？待機で全然増えないやん。剣手？剣手は剣手だな。ビーム。これどれくらいやれるんだっけ。あ、まあまあやれるな。止まった。あ、ダメだ。剣手しないとダメ。鉄砲隊どんどんやるしかないな。まだ剣手が効いてない。効くんだ。いいね。4万人になった。まあ野戦来るとは思うけど。せやか。まあモチベを下げる。こいつを潰しに行かないとダメだな。
とモチベはある。興味あるが犬種やな。硬いんだよな守備が。モグラ攻めとかできりゃいいけど。ビームが飛んでくる。なかなかしぶといな。あ、ダメだ。縄文爆破とはならない。もう一回千なり秒短。ダイアン幸福監督やな。縄文爆破なんで割れるか。割った。元服だ。三浦さん亡くなった。動きがすごいな。まあ年を明けたからな。今3か。サミダレ打ちだ。あんまりすごいわけじゃないな。サミダレ打ち自体は。お、三河武者だ。相手のモチベが下がる。
これが強いんだよな、三河武者が。か、すごい効果だ。あまりダメだと打ち引いてもいいかもしれんな。超爆破できないんだな今は。じゃあまあもう一回千成秒短。弓だな。で、剣手と行きたいとこだが剣手が使えない。やはり増音で下がるモチベが。ビームが。挑発だ。何をやってる？ビーム。ここで縄文爆破ですね。ちょっと減った。なくなった剣手です。で、強弓で。一気にビームを打つ。あ、火が落ち上がった。まず増音で信長秀吉を攻める。軍にね、縄文爆破。わ、一気に減った。効果抜群だ。全員大丈夫だな。ここだけ減っただけ。三河武者が本当に強いよな。
くミカムシャを覚えないと。で、援軍は無理か。交渉十分。もちろん、降伏。どうでしょう。本当？受け入れるかな？あ、受け入れた。ナイスー。獅子、自分か。まあ、縄文幕はしまくったからな。これで、肥前を統一できた。備前か、肥前じゃなくて。鹿之助もアップか。帰りましょう。お金も稼いでくれます。茶会なんて？本願寺か。主名変えます。本願寺なんか攻める気ないです。セーブ。表情に行きましょう。あ、の前に、いや、表情に行くよ。表情に行って、まず人事昇進。あ、花の刑事。指名。お、浮田直家が仲間になりましたね、これで。結構増えた。花房家もいなかったよな、今まで。ちなみに浮田の能力ってどうなん？あ、高い。相当高い。美味しいやん、これ。弁舌の能力も高いしな。ってことは、毛利と戦ってもらうのか、今後。武力は低いからな。まあ、地暴とか統率政務かな。まあ、軍資金、あ、ちょっと思ったけど。なんだっけ。北新前朝、朝廷工作もね、あるんだ。
ちょっと待って、朝廷弁舌と足軽がちょっと低いな。でも軍学があるんで、多分大丈夫だと思う。で、岡さんですね。岡、エースを狙え。開墾。じゃあ、神殿開発か。でも、神殿開発が高くない。じゃあ、まあ、長期修行で。この人は、建築が3で高い。算術多いね。長期修行かな。でも、技術がいいんだったら資金調達してもらおう。ただいえ、まあ悪くはないが、この辺の能力が低いんで、長期修行、まあまだ鍛えるとこあります。さあ、有楽祭は茶道が4、茶道が4やったらなんかあんのかな。長期修行、清正は足軽大将になりました。あ、札獲得してないんだ、まだ訓練かな。いや、訓練度93、三木城が82、みんな高いんだよな、ここ以外は。だからここだな、ここを上げてもらおう。あ、違う、岡山城、鳥山城でいいや。で、金森さんは悪くないんだけど、茶道のみだからな。長期修行、戸川さんも長期修行、花草さんも長期修行、福島正則、ね、ちょっと鍛えてほしいな、今回は。花の刑事もな。花の刑事は、大筒購入って、何があるんだ。算術、弁術が高ければ、応術購入ができるけど、算術弁術が高くないから訓練だな。砥石山城の訓練、まあでも長期修行でも構わんような気がするけどな。鹿之助は長期修行を、長期修行。三成どこ行った。そういえば三成がいない。三成どこ行ったんだ。あ、三成まだ指名から帰ってきてないのか。長船さんが、長船さんは違う、長期修行だよな。花房、ダブル花房だな。軍学が高い、悪くはないな。まあ、一回長期修行は挟むけどっていうとこやな。お、武力高いじゃないですか。花房信之って。なんでこんなに高いんだ。忍術ってどうなん。忍術は、全然ダメ。長期修行だな。はい。で、教えを請いましょう。出た。もうこれ
きましょう。ラストです。なるほど、まあ、せっかくお金ひあ、使って払ってもらってるんだからな。完璧。しまったかも。やりたいことってここじゃないんだよな。いや、とりあえず城へ戻ろう。表情、拠点移動、姫路城へ移る。で、城へ行って。こいつ誰だ？あ、自分だ。なんだそれ。おお、やった！仲間になってくれました。本願寺、石山本願寺を攻めろって言ってますが、あれ、でも石山本願寺取ったうちのとこになるってことだよな。
ただうち主体で攻めないといけないからな、あんまりうまみがないよな。まあ後回ししたいとこです。なんか嫌な予感がするな。軍資金は23万ぐらいいきましょう。兵糧は6万6000石そんなにいらんやろ。4万5000石あれば十分。兵士も1万人。軍馬150頭もあるのか。軍馬100もらいます。で、鉄砲も130ぐらいもらいましょう。みんな姫路城に集めます。士気や訓練度も高いんだけどな。で、決定。え？いや。さらに、もう結構資金、軍資金がある。いや、そこまでいらんだろう。15万ぐらいもらっていくよ。で、兵糧も同様に。15万ぐらいもらっていくし、兵士も7000人ぐらい。士気も高いんだけどな、軍馬がすごい。2000頭ぐらい持っていこう。鉄砲は200丁か、100丁だけ持っていこう。うん。で、あと、ここか、光月城。兵糧だな、特に。3万ぐらい、3万5000ぐらい持っていって、兵士数も8000人ぐらいで十分だもんね。軍馬、鉄砲か、軍馬が50。一方も70ぐらい。決定。で、砥石山城からも、特に軍資金だな。12万ぐらい。兵士数も、6000人ぐらいかな。で、鉄砲が350丁ぐらいかな。で、あと天神山町です。わ、これは今1万5000人か。兵士数だけ5000人持っていこう。まあいいや。岡山城やけど5000人はちょっと少ないな。軍資金はご覧の通りで、逆に兵士を8000人、兵糧を2万かな。軍資金はそのままで、軍馬こんないらん。軍馬は500、600ぐらいもらっておこう。
鉄砲も100かな。うん。知ってる。あ、カスヤさんな。仲間になったカスヤさんです。まあ、鍛えてもらいましょう。人事。まだですね。で、これで信長のとこに行って種名を変更してもらいます。こいつ誰？東五郎か。内政で城増築。城補修と何が違うんだ？まあ、増築しましょう。テトリスです。リスボーズはこれ？明細書政務プラス10。革命が1個ついたな。まずは今信長ってどこにいるんだ。信長まあ信長は今安土城にいるんだな。まあまず京都に行って前野さんだ。あじゃあいいわ。もちろんお布施、5000。ちょっと書物鑑定はもうないな。霊峰って何？霊峰ってどのぐらいだっけ？うちの霊峰は3か。霊峰行ってみるか。あ、そう、あれか。え
と一つだな。上出来でよかった。これでうちの悪名は下がってない。支度へ行きます。薬買います。68個持ってんのか。20個買おう。はい、出た。難しいやつ。なんで？で、安土城へ。今いつだ。3月までなってしまった。時間が経ちすぎだ。誰？小寺さん。あー、ようわからん。聞くだけ。民家いないんだ人。太田牛一もいる。民家にはいないんだ。屋内じゃん。え、これ何？価値6。あ、鎖鎌か。鎖鎌、屋内もいいんだけど、鎖鎌も結構いいんだよな。じゃあちょっと指名変えに行ってきます。国攻略。丹波じゃなくてこっちだ。え、やだ。じゃあ三好公約。おー、やった。三好公約に変更してくれた。切り取り
切り取りしまくりやな、これ。これで四国にも行くこ、四国にも勢力を広げることができるぞ。じゃあ本拠にも帰りましょう。逆に言ったら、当然ね、いろいろ取得したよな。言ってるうち少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。ちょっと種名を、知りません。何の話でしょう。さあ、三好攻略です。引き続き池田さんはまだまだ能力が低い。長期修行。あ、でも、まあ、まず、人事で昇進。半兵衛と石田三成がアップ。二人ともアップで順当でいいと思います。で、指名伝達。まず浮田ですね。浮田は内政です。弁舌、算術もいい。建築はそんな高くない。建築でも高いのはいいよな。霊法って高い？霊法は2しかない。じゃあ金だな。黒田さん。黒田さんは鍛えてもらいましょう。さっさはな。
さっさも鍛える、下間さんも鍛える、半兵衛は侍大将でようやく八塚とかがなった頃だけどな。シガールとかは能力高いから、今回半兵衛に攻めさせようと思う。岡さんはエースをね、修行です。岡さんは修行、霊峰三術弁術が高いのか。鉄砲買ってもらう。大筒でも構わんが。で、橋場さん、橋場さんって前回あれだっけ、あ、長期修行でいいです。八塚さんは攻めてもらう。武力はまあ無理だから、三術鉱山建築、ん、開墾建築がいいんだ。神殿開発とかだけどな、養老売却かな。さあ、浮田さんの息子、もちろんまだまだ長期修行ですね。有楽祭、有楽祭は霊峰3、茶道4、足柄も実は3なんですよね。金森さんは茶道が4なんだ。勘弁。建築あるじゃないですか。まあ軍資金調達だけどね。じゃあもう長期修行。長期修行。福島正則は戦ってもらう。花の刑事は戦ってもらう。鹿之助は、鹿之助ちょっと鍛えてもらいましょうかね。鹿之助は三だから長期修行なんだけど、これ武芸の方だよな。水軍行こう。山之内さんは引き続き長期修行、佐船さんも長期修行、粕谷さんも長期修行、花房さんは軍学が3で意外と高いんだ。忍術はダメ、勉学とかもダメなんで長期修行だな。霊法が高い、文芸弓術も高い。武力が高いんですよ。要するに長期修行で、足軽にやってもらおう。栗山さん、栗山さん弁舌が、あ、弁舌あげたいな。でも武力も高いんだよな。
算術かな。で、うちら当然合戦で、芥川城が中、有岡城が中、芥川城やな。住民安定度低いな、芥川城。まあこっちも低いんだけどな、32の21。行きましょう。もちろん、光秀は無理なんで、信長。オッケー。信長さん優しいな。え？何？なんだ俺。とりあえず、全部剣手。どこどこって、あれだ、あの3番ゾマへ、どこまで攻める。ダメだ、秀吉そんなに動けないんだ。何これ、なんで兵士になってんだ。モチベが、
駅ちょっと待ちます。これ強行突破してもいいかもね。これが1000人しかいないから、軍団長を倒しに行ってもいいかもしれない。これ逃げられないんだっけ。逃げられないんだな。来たな。
ぶ減ったな。さあ援軍、まあいいか。無理やろう。ちょっと意見だけ聞いとこう。力攻め56日分、戦闘開始。まあ三好はもしかしたら援護来るかもしれないからな。間違えた。もちろん縄文爆破です。まあしゃあないな。じゃあ火攻めで。これ何？士気を下げるのか。備え対象かな。まあ用はないな、そんなに。それよりは普通に剣手で。攻めで行こう。速攻で破ろう。速攻で破って有岡像まで攻めたいな、できれば。破ってこいってわけですね。6か。OK。でもちろんこれ縄文爆破です。一気に半分近くまで減る。速攻ですね。はい。
研修はもう来たったんで、挙手手なんだ。あ、挙手手、城攻めんのか。まあこれ研修でいいや。いいですね、どんどん削っていってくれます。おまけにうちの領土になるわけだから美味しいよな。ビーム、で、また千成秒単、うん、で、挙手、6か、まあ、挙手で良い。よし、もうちょっとだ。挙手で良い。よし、二の丸浮かなく。そこで攻めれてますね、今のとこ。で、縄文爆破です、当然のごと。はい、半分以上削れます。ちょっと待ってよ。いや、ここで力攻め、まあ、そんなに減らないな。本当は強襲。力攻め、火攻めか。芥川城を落としました。おお、半兵衛が3位で、これで、お、軍学の技能を極めました。だって OJT ですね。軍学の連達者、で、アリオン、すぐアリオンに行きます。返す刀で。で、さらに当然援軍要請です。え？なんで？
家康？ダメだ、援軍要請できない。でも少ないからな。やめときましょう。大丈夫かな。そんなに強くないのは分かってるんだけどな。あんまり攻められてないな。じゃあ早速縄文爆破をし、早速縄文爆破をしよう。強弓か。剣士、で6か。もう一回縄文爆破。そこでいきます。で、当然千なり秒短。再度火攻め。これでどうだ？まだだ。三か。強襲。まだだ。強襲。あ、これで削除です。ちょっと軍技かけて、当然縄文爆破。まあまあ減った。あんまり減らないな。剣士はまだか。強襲。
禁断ペンギン、あ、さすがに、これどうなんだろう、出せない。じゃあ交渉、自分報復勧告、五分五分か、軍議終了、戦闘続行、え、あ、まあまあいいや、あとです、あの攻め取ればいい。これあの長篠の戦いが行われる可能性もあるよな。千成ベオタ、剣手かな。まだ城丸攻められない、軍議かな。援軍要請、また信長に助けてもらおう。出せないのか。いや、はい、縄文爆破、オッケー、二の丸攻略、もちろん千成秒短、やっと見せかけて強弓、あ、剣手に変更、強弓で、もう
回。当然縄文爆破で、軍備攻めかな。で、まず交渉自分、反米やってみる？もちろん、降伏勧告。よし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 。OK です。これでどうだ？あーでもそれでも秀吉でした。半兵衛でも頑張ってんな。福島正則が3位。帰りましょう。あ、花の刑事できました。どうしようかな。でもなんか岩村城を取られた長篠が起きる フラグだと思うんだよね。荒木さんが、荒木さんちょっと一旦休ませて、あ、そうだ、まず人事で昇進、福島さん。
勘弁。これで福島は侍大将になりましたね。格が上がります。いろいろできることが増えますね。軍事系徴兵してもらおう。有岡城かな。じゃあ小六有岡城で訓練かな。で住民半兵衛が住民安定度を上げるにはどうすればよかったっけ。治安向上か。清正は演説とか算術、建築がすごい高い。高いが今はその能力を使えない。ここで鉄砲購入じゃない。訓練かな。訓練の79、82、83はちょっと低いけど、まあ忍術が4なんですよね。そこで人材調査。古田さん茶道が高い。長期修行。出て受けたくへ行って荒木さんに荒木さんにあれこれってああ治ってんのか荒木さん。ちょっと待って人物情報を見てみよう。もうちょっと欲しいっていうのは軍学だな。だから技術志願で軍学。拒否すんのか。弁術足軽弓術みんな拒否すんのか。なんか仲悪いのかな。ラブラブ度がちょっと低いからな。手合わせでもしないといけないのか。なんか嫌だな。あとは持ってないのが福島さん。記載かさっさはダメだ。岡さん全部不在やん。石田三成有楽祭も不在。
なんだこれ、みんな俺のこと嫌いなのか。結構この先まで織田家が支配してるんだ。意外やな。なんとかやか。ちょっと待った。今気になるのが、大西屋を味方に入れたいよな。小西屋は支配できてるんで。大西屋を支配したいな。雇用商人として。あれ、爆弾マサがいない。まさか。いや、爆弾魔さんいるよ。畠山、あ、飛び地になってる畠山。次攻めんな岸和田だな。機内から追い出そう。しかも規模がちっちゃいから簡単に潰せそうやな。すり潰せそう。あれ、増加系像も織田家のものになってる。神戸市が入ってんのか。そうね、六角稲葉一徹。あれ、あ、庭長秀なんだ。庭ちゃんかわいそう。庭ちゃんかわいそうやな。かわいそうっていうだけ。何もし、勝家なんでこんなとこにいるんだ。これなんだ。あ、本願寺か。で、三好を攻めるって言ってるから、次洲本でどんどん、まず普通に岸和田攻めて洲本行って、でそれで四国上陸だろうな。勝手に攻めてくれるでしょう。あとこの辺か。三村家っていうのがあるんだ。この辺も攻めたいな、いずれは。まあでも武田も攻めたいよな。武田、ん？なんだこれ。え？北条がなんかすごい勢力になってきてる。北条潰さなあかんない、いずれは。わ、北条こんなに勢力が伸びてたのかよ。
まくいけ、切り取りたいがな。まだ今川が健在なんだなと。まあこれ武田が元気がないから、あの徳川も全然だな。徳川と一緒に切り取ることができないっていう、あの駿河侵攻ができないっていう、あの世界線になってない、今怖すぎるよな。ちょっと対抗がな強いよな。上杉とか、上杉もまあ悪くはないけどな。竹山、神保、姉小路やろ、最上、伊達、あ砥石城みんな強い。小諸城はちっちゃいけどな。高遠城はまあ強い。飯田城、ねえ、なるべく攻めに行きたいな。今川を内側が切り取らないといけないかもしれないな、いずれは。あの武田をやる前にある程度は切り取らないと、本能寺フラグが立たないかもしれないよね。西すごい順調に攻めてるからいけるやろうと思ったんだけどな。次ちょっとあのやった後今川攻めるような主名出してもらおう。でも今川との関係ってどうだっけ。大名家じゃない、今川じゃない、北条家との関係ってどうだっけ。うちの秀吉のとこが秀吉こんだけ仕事も持ってんだが、有岡城がご覧の通り、富山城が、長浜城結構持ってんだよな。あれ長浜城ってうちが持ってんだ。まだ長浜城国替えで追い出されたと思ってた。三木城がご覧の通り3万7000だもんな。71万貫持ってるからな。沖潮城がすごいな。長浜って4万7000か。三木城もあの勢力はでかいんだな。三木城か
有岡城か中ぐらいだな。芥川城も中だ。岸和田は郡山は中。岸山がでかけりゃ岸山を岸和田を本城にしてもいいよな。そうなんだ。まあ簡単に攻め落とせる反面時間がかかるってことだよな。洲本も小だから寸法はやっぱりでかいな。ということでここまでにしときますか。うん、はい。ということでちょっと短めに感じてるけど結局3時間やってるんですよね。戦場へ敵に襲われるってのもでかいよな。まあ、はい、今回は浮竹を、降伏させて、あ、家に戻ろう。舞がすごい強力なんだよな。金庫出金、軍資金、15,000引き出そう。荒木だけ何もやってない。まあ荒木さんはもう長期修行ですね。はい。ということで3つの城を取ることができました。1つが岡山城です。でそして芥川と有岡の摂津の城を取ることができました。でこのまま岸和田を取って洲本を取って四国へ次は攻めれたらいいなと思ってます。三好を滅ぼすか、滅ぼさなかったら、軍功も高いよな。悪名がまだ1あるんだよな。軍学も、ま、完走した。水軍も2あるな、今。忍術も4ある。武芸と忍術がまだだな。牙も鉄砲も本当は鍛えないといけない。医術も。といったところで、まあでもね、秀吉のワンオペしちゃいけないと思うんで、部下を育てて任せたいと思います。ということで次回は三好攻めを行うと思いますので、ぜひ
楽しみにしてください。秀吉も持つ国主としてですね、持つ城はかなり増えてきましたね。楽しみです。よろしければツイッチ、アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 YouTube に2日後12月1日アーカイブアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Two days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント Please follow and repost and good button please。 太閤立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。明日は5プロの国際プロレス編をやろうかと思います。ぜひ、いや、時間が問題なければやろうと思いますので、ぜひご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。